マイナス10キロ痩せたアラフィフの私がやった10のことをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せる情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきまして、お役立ていただきましたらとっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひ受け取ってくださいね。それでは1つ目の項目です。なぜアラフィフの私がマイナス10キロ痩せることができたのかっていう、その痩せたポイントについてお伝えしていきます。ではポイント3つあります。1つ目です。腸内環境を整えたからなんですね。整えたことでどうなったかと言いますと、根本的な痩せ体質へとね、生まれ変わることができたということなんですよね。詳しく後でお伝えします。2つ目です。代謝を促進させたからなんですね。これ大事ですよね。もう私たち女性、特にそうですけれども、年齢を重ねると、女性ホルモンが減少したりとかですね、いろんなさまざまな原因があって、もう代謝がどんどん落ちていっているわけですよね。筋力が低下したり、ホルモンが少なくなったり、もうね、悲しいってことばっかりなんですが、でも悲しんでるわけにはね、いきませんよね。なんとかしたいわけです。そこを底上げする活動をすれば良いということ。そして3つ目、脂肪の蓄積を抑えるからなんですね。やはりこれ以上まず溜め込まないことです。一回溜めてしまったものを代謝を促進することで落とすんですけれども、これ以上まずは溜め込まないようにするということも大切なポイントになってきます。はい、では2つ目の項目です。何をということで、今回私が一体何をしたんでしょうかということで、10のことをですね、まとめてお伝えしていきたいと思います。はい、ではここからは3つ目の項目です。どのように取り組んだんでしょうかということで、今からやった10のことを1つずつお伝えしていきたいと思います。まず1つ目です。発酵食品を毎日取るようにしました。今ももちろん取っています。で、発酵食品って言われてもね、皆さんそんなね、難しく考えなくて大丈夫ですよ。もう簡単です。何が発酵食品なのかっていうことさえ押さえれば OK。 例えば味噌汁、日本人、私たちのも大事なね、もう昔からね、やっぱり発酵食品といえば味噌汁です。また納豆であったり、ぬか漬けであったり、キムチとかヨーグルトは全て発酵食品、チーズも入りますけれども、こういった発酵食品を摂ることで何が良いのかというと、主に2つあります。1つは痩せ菌と呼ばれる善玉菌を多く含んでいる食品だからということが1つ。あと、もう2つ目はですね、一回もう発酵してしまってますよね、ここですでに。なので召し上がった時に、もう胃や腸に蓋をかけなくて済むんですよね。要は胃や腸の仕事量が減るわけです。あ、なんかラッキーって、今日のこの食事はね、楽だぞ仕事がってなるわけですよね。そういったのをやっぱり取ってあげることで、胃や腸を休ませてあげやすくするっていうのもね、すごく大事なポイントになるんですね。では2つ目です。タンパク質をしっかりとっていますということなんですね。痩せたいという、ね、思いがあれば、何をしたらよいのかといいますと、いっぱいあるうちの一つがやっぱりね、特に女性です。タンパク質量をしっかりとる、良質のということになるんですよね。例えば太るんじゃないのかなと思って、お肉を極端に減らしたりとか、こういったタンパク質系を完全カットしてお野菜ばっかり食べてるという方は逆に太ってしまうんですよ。なぜかというと、ポイントが2つありまして、1つはしっかりタンパク質を取らないと、そもそも体を作る材料がない、ホルモンを作る材料がないので太ってしまうんですよ。特に痩せホルモンが作れませんからね。で、もう1つ目はこのタンパク質が不足してしまうと、食欲が止まらなくなっちゃうんですよ。要はタンパク質を食べれば食欲がね、抑えることができる。なんかね、満腹感をすぐ得やすくなるということなんですよね。その2つがあって、やはりこのタンパク質をしっかり摂ることが大事で、しかも偏らずにですよね。例えばお肉、お魚、大豆製品ですよね、食品、卵、乳製品など、こういったタンパク質を良質なものですね、無添加でバランスよく摂るっていうのがとっても大事になります。はい、では3つ目にやっていることは、食物繊維をしっかり摂るということですね。食物繊維と一言で言っても2種類あります。
水に溶けやすい水溶性の食物繊維と、なかなかそういうふうにね分解されにくい不溶性のものと、こう2種類あるんですけども、簡単に言いますと、水溶性の食物繊維というのはこうネバネバ食品です。例えば海藻とかオクラとか里芋とか納豆とか、まあ、ネバネバしたものには食物水溶性が多く含まれていますし、また不溶性なんか繊維質もさもさしたものですよね。例えばごぼうとかさつまいもとか、そういったこうもさもさした、もう明らかにね繊維だなっていうの、なんとなくわかりますよね。そういったものをやっぱりバランスよく取ることが大事なんですよね。例えば偏ってしまうと、やはりこう働きがね十分じゃないんです。水溶性はやっぱり便のかさ増しをしてくれて、こうその食物をですねこうごそっと絡め取って、まあ、便を作ってくれる元にもなりますし、不溶性の方はその不溶性であることで腸に刺激がいって、こうどんどん前動運動が活発になって外に出すっていうね、その運動をやっぱり活発化してくれるものが不溶性なので、あの便秘がちの方が不溶性ばっかり取ってしまうと、逆に詰まってしまってですね、こうネバネバしたそのかさ増しができないままモサモサしていますからダメです。なので便秘の方は不溶性よりもやっぱり水溶性を主に取った方がまあ出やすくなりますが、まあ、ただこちらもねバランスが大事ですから、これをしっかりと取っていくっていうのも大事です。はい、では4つ目にやった言葉はこちらです。麹和食品は最後です。何でしょうということで、この麹和食品というのは要するに血糖値を急上昇させてしまうような食べ物、代表的なのは白米とかパンとか麺類ですよね。炭水化物です。こういったものをあの麹和食品というんですけれども、血糖値が急上昇することで結果脂肪を溜め込みやすくしてしまっているわけですよね。そういった食品というのはお食事のメニューの一番最後に食べると血糖値の急上昇を防ぐことができやすいので、結果太りにくくなりますよっていうことになるんですよね。例えばベジタブルファーストっていう言葉をあの聞かれたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、要するにお野菜系から最初に食べていきましょうねっていう、その食べる順番のことですよね。で、私がおすすめしたいのは、まずはお野菜の前に、ね、水分です。もうしっかりとお水とか白湯とかですね、まあ、ノンカフェインのお茶ですとかリンゴ酢ドリンクとか、そういったものをしっかりと飲んでしまって、お腹をまずちょっと膨らませ、まあ、いろいろありますよ。胃液が薄まって良くないんじゃないのかとかいろいろありますけれども、そんな大量に飲む場合は別としてですよ、やはり水分はしっかりとること、それからのお味噌汁などの汁物を取った後にお野菜を食べていただいて、まあ、メインのタンパク質系ですよね、お肉やお魚とかお豆腐系をしっかり食べて、もう一番最後に血糖値が急上昇するお米とかパンとか麺類を食べると、その順番を変えるだけで太り方が変わってきますよってことになるんですね。はい、それでは5つ目です。間食をしないですね。これはあの勘違いしていただきたくないんですけども、間食しないってことは先生おやつはダメなんですかってね、そういうことじゃないんですよ。要するに食事と食事の間に何回も何回も口に運ばないっていうことをやめたっていうことなんですよね。で、なぜそれだけで、まあ、おやつは私別にやめてないんですよ。じゃあ一体私いつおやつ食べてるのかっていうと、食事のおかずの一部としても一緒に食べてるんですよね。間食として口に運ばないんです。そうすることでどんないいことが起こるかというと、インスリンと言われる別名デブホルモンを出す回数を減らすことができるんですよね。で、このインスリンが出る回数を減らすことがイコールその太ってしまうきっかけですよね。その回数を減らすことができているってことにも直接つながっているっていうことになるんです。ではここで少しね、そのインスリンがなぜ出ると太るのかっていうその仕組みと対策をお伝えしたいと思うんですけども、結局なぜ太るかって、血糖値が急上昇する間に脂肪が溜め込むからなんですよね。じゃあその働きをどのような工夫をすれば抑えることができて、結果脂肪を溜め込みにくくねする体になれるのかっていうのをご自分でコントロールすることができるんですよ。私もできますし、あなたもできます。じゃあどうすればいいんですかっていうことで方法があるんですけれども、要するにもう大なり小なりどんな食事をしたとしても血糖値って上がるんですよね。まあ食べるものにもよりますけれども、
その上がる時に結局脂肪がたまるから太るわけですよね。その時にその血糖値が上がったのを下げるために膵臓から出るのがインスリンなんですよね。でこのインスリン、大事なんですよ。大事なんだけれども、結局インスリンが出る間にその血中の糖分、食べた糖分、糖質をですよ、脂肪にどんどん変えていく働きがあるから太るわけですよね。だったらですよ、食事を取るたびに大なり小なり血糖値が上がってしまうわけですから、それを例えばですね、飴1個でもそうですし、なんかちょっとこう食事の準備してる時になんかちょっと味見でとかつまんでとか、食べた後ちょっとして、ああもう子供が残してでも食べなきゃもったいないとか言って、その風にありますよね。あるある、特に女性はこういったことってあるあるだと思うんですよね。なので結局トータル的にそんなにカロリーも取ってなかったり、食事も気をつけてたり、量もそんなに食べてないのに、なんで太ってきたのっていう方は、もしかしたら口に運ぶ回数があまりにも多い方、食べてもないけどでもその代わり口に運ぶ回数が多ければ多いほどその都度インスリンを出してらっしゃるわけですから、その都度脂肪を溜め込むっていうね、そんな食べ方なんですよ。すごくパフォーマンスが悪い食べ方になるんですよね。ですから食べる時と食べない時としっかり分けていただくっていうこと、その回数が少なければ少ないほどいいです。もちろんね、急に空腹時に血糖値が急上昇するような白米とかをいきなりガバーとか、甘いケーキガバガバとかね、食べたらダメですよ。それは別の話だけれども、普通のお食事をしている時にちょこちょこ何回も何回も食べるよりはですね、食べる食べないをしっかりと分けた方がいいということになります。はい、そしてやったこと6つ目です。夜の炭水化物をお休みしましょうですね。お休みしています。今でも私お休みしています。なぜかというと、私の生活スタイルでしたら、誰しもねほとんどそうだと思うんですが、もう夜ってですよ、活動しない時間帯ですよね。夜勤がある方は別かもしれませんけれども、もう活動しないのに特に糖質を取ってしまうと、もう全部身につきます。必要ないんですよ。それをエネルギーとして使う必要がないので、夜糖質を食べれば食べるほどどんどん溜まっていきますよということなんですよね。やはり糖質は朝昼にしっかりとっておくというのが大事です。なので糖質を入れる代わりに代用するものとしておすすめなのが、特に女性の方、アラフィフ女性の方におすすめは、お米とかパンとか麺類の代わりにお豆腐を半丁、約 200g ぐらいお米代わりに入れるということをしてみてください。どうしてもね、慣れるまではちょっと物足りなくてね、ああなんか締めに白米食べたいとかね、わかるんですけども、それを続けてしまうとね、やっぱりずっとね痩せることはできません。なのである一定期間ですね、やはり目標体重に行くまではせめて夜の炭水化物をお休みする代わりに、しっかりとお豆腐などを半丁入れていただいて、良質のタンパク質と、あと食物繊維ですね、お野菜ですね、ビタミン、ミネラル、そういったものをもう 50%50% ということは、炭水化物をお休みする代わりにタンパク質を半分、そして食物繊維を半分の50-50、50-50 で夕食をずっと召し上がってくださいますと、本当にね変わってきますよ。いかに糖質が太る元かっていうのがね、お分かりになると思います。はい、ではやったこと7つ目です。腹7分なお食事とプラスよく噛むです。よくね腹8分って言いますけれども、私もね、あともうすぐあと2ヶ月後ぐらいでね47歳になるんですけれども、47よね、もう自分の年が分からなくなって、もうね40代だったらアラフィフって言っていいのかなと思ってたんですけれども、もう四捨五入すればもうアラフィフですよね。もう私もアラフィフ突入なんですよね。な時にもうアラフィフになるとですね、もう代謝がどんどん落ちてます。そんな時にやっぱり腹8分っていう、普通の方と同じことをしててもねダメです。もうそれはねやっぱり追いつかないので、やはり今までのお食事量のその価値観をですね、もうアラフィフになったら7割ぐらいに落としても全然大丈夫です。十分足りる、栄養バランスが良ければの話ですけども、とにかく目標の体重や体型になるまでは今までのお食事量のもう7割で済ませましょうということですよね。ただしやっぱり7割で済ませちゃうと今まで食べていた分物足りないんですよね。
すぐ特にこう早食いで食べ終わっちゃう方っていうのは、うわなんかあと何か締めにもう一品とかね思っちゃうと思うんですけれども、そうしているといつまでたっても健康的で落とすことはできませんから、その分やっぱよく噛むっていうことですよね。私もあの消化に負担がかかるようなお肉とかですね、玄米とかはもうね頑張ってね100回噛むとかね結構するんですよ。まあ、できない時もありますけれども、極力も一生懸命噛むようにしてます。そうすると普段のお食事のですね、まあ、半分ぐらいの量になってきてもうねお腹いっぱいになるので、本当コスパもいいですし、ダイエットにもいいですし、よく噛むってものすごくいいんですよね。しかも一生懸命こう顎関節ね、こういった顔の筋肉も使いますから、すごくおすすめなので、お食事を7割ぐらいに減らしたんだったら、その分よく噛むことでその分満足感ですよね、満腹感を作ることができますよっていう方法になります。ぜひ今すぐしてみてくださいね。はい、ではやったことを8つ目になりますね。8番目です。朝一番に茶湯を飲むです。もう私はまあいろんなドリンクね、このチャンネルでも健康的で痩せる飲み物こんなのがいいんですよってお伝えしてるんですけれども、全部いいんですよ。ただタイミングがあって朝一番飲むのはやっぱりね茶湯がおすすめです。私は好きです、やってます。でまずは茶湯のいいところは朝一番ですね、そのまだこう動いてないお体を目覚めさせるという意味でも、やっぱ内臓をね温めることで刺激がいくんですよね。スイッチオンです。今日もさよろしくねっていう、まあ、スイッチになるわけですよね、まあ、内臓と、まあ、お話するわけです。でその結果腸に良い刺激が入って、まあ、お通じの方が良くなったりとかですね、朝からすっきりデトックスってことにもできますし、そのことでね温まるのに代謝が上がるんですよ。代謝が上がるすごいことですよね。体が温まっただけで脂肪を燃えやすい体に変えることができる、スイッチオンを朝一番にすることができるんですよね。そしてレモン菜もねおすすめです。レモン菜って何ってことでね、詳しい動画他にもあるんですけども、簡単に言いますと菜にレモン果汁無添加のをちょい足しして飲むだけで爽やかですし、目覚めもいいですしね、ビタミン系も取れますからおすすめなので、私はちょっとね朝あのすっきりしたいなっていう時は菜プラスレモン果汁ちょっと入れて、さっぱりすっきり目覚めも OK ということで、1日、ね、のスタートをリセットする意味でもレモン果汁を入れることも多いです。はい、そして私がやったこと9つ目になるんですけれども、天然水を飲むになります。いろんなねダイエットに効く飲み物あるんですけれども、私ももちろん飲んでます。毎日日替わりで今日はこんな気分だなとか、今日はあれにしようかなとかね変えるんですけれども、基本的に私は1日飲む水分の割合ってありまして、9割型天然水です。お水ばっかり飲んでます。好きなんです、あの大好きなんです。そして残った 1,2 割をお茶とかですね、ジュース系とか炭酸で割ったり、まあ、そういったことで楽しみも入れてるんですけども、基本やっぱり1日 1.5 から2リットルのお水、しかも天然水飲んでます。で硬水軟水ってあるんですけれども、あの硬水っていうのは大体のあんまり日本で取れるお水じゃなくて、やっぱ主に海外ですよね。で私が別動画でお伝えしているおすすめの痩せる水はフランスのコントレックス、あれは効きます。ただしあのお腹が緩い方とかね、ちょっと胃がお弱い方っていうのはちょっと下したりしてしまうんで、あんまりおすすめできないんですよね。なのでお腹が弱い方、緩い方っていうのは軟水、要はこういった日本で取れる国内産の湧き水ですよね、まあ、もちろんあの地方によっては硬水取れるところも日本ありますけれども、まあ、主に日本で取れるお水っていうのは軟水になるので、まとめると便秘がちの方は硬水、南米の方は軟水ということで飲み分けていただきたいですね。でいずれにしても天然水がおすすめです。なぜかというとビタミン、ミネラル、マグネシウムがすごく豊富だから。で特にマグネシウムはこの硬水のコントレックスめちゃくちゃ入ってますから、便秘の方おすすめです。プラスそこにレモン果汁とかリンゴ酢とかを入れてももちろんバッチリなんですけれども、とにかくあの体液を巡らせるためにはお味噌汁とかジュースとかね、そういったのダメなんです。それ水分じゃないですよね、天然水です。お水じゃないとこういった体液しっかり巡りません。結果デトックスもできませんから、まずは1日の水分の占める割合はやはりこの天然水です。天然水をしっかり飲んで巡りよくしてデトックスして痩せていきましょう。では最後にやったこと10番目はこちらです。
プチファスティング、まあ、ファスティングってイコール断食のことなんですけれども、断食って聞くとね、皆さんね、そんな先生食べないなんて無理ですっていう方も多いんですけれども、大丈夫です。私はプチファスティング、まあ、もちろんファスティングもね定期的にするんですけれども、プチファスティングはねしょっちゅうしてます、というかもう毎日してます。私基本1日2食なので、もう毎日プチファスティング状態なんですけれども、これ何かって言いますと、今まで私ですねやったこと、まあ、9つお伝えしましたけれども、もちろんね別にその甘いものをやめたわけでもないですし、おやつだって食べますし、外食だってしますし、お外のものを買って食べることもありますよね。なので結局できない日だってあるんですよね。でお菓子だって別にやめたいって思ってないです。基本好きなので。じゃあなぜ私がアラフィフにもかかわらずマイナス10キロ痩せて、しかもリバウンドなくこんなに健康にお仕事ができているのか、腸活を伝えることができているのかっていうポイントはですね、やっぱりですね、できない日をどうやってすぐにリセットするかっていうことなんですよね。できない、今日もできなかった、あ、できなかったって、それが続くと、まあ、自分に自信もなくしますし、諦めてしまってダイエットやめてしまう方も多いと思うんですよね。それだとねもったいないんですよ。本当にできますから大丈夫っていうことをねお伝えしたいです。じゃあどうすればいいかっていうと、食べ過ぎたり、ね、ストレスがあってもクソとかね、あの職場のあの人とかやっぱあるじゃないですか。いろいろね皆さん教えてくださるんですけど、クライアントの方が、もうあの上司がとか、もう旦那がとかね、子供がとか、もうあのシュートメイシュートとかいろいろあるんですよ。あります。もちろん誰だってね、もう悩みの9割人間関係って言われてるぐらいいろいろあるんですよ。だ時にやっぱりですね、そんなストイックにダイエットってやっぱりそもそもね誰しも弱いですから、できないんですよね。だったらですね、やっちゃったっていう時の後にすぐリセットしてください。その方法が最低12時間以上、まあ、10時間以上とも言われてますけども、だいたいやっぱり私の感覚で言うと12時間以上、空腹時間を作った頃からやっぱり脂肪燃焼効果が現れやすいと思います。でおすすめは本当はね16時間以上をお食事しない時間を作ってあげると、さらに若返りホルモンをね活性化しますから、アンチエイジングにもつながってすごくおすすめです。はい、そしてここからさらにその方法を詳しく知りたいっていう方のためにご準備しましたお話があります。要は16時間ダイエットとかね、よく言われている16時間断食のことなんですけども、空腹時間は16時間作りましょうと言いますが、日中って難しいですよね。やっぱりこれはですね、夜の睡眠時間を味方につけるわけです。睡眠時間プラス前後数時間を空腹時間作ることで、簡単に16時間、お休みする時間を作ることができます。で私がどうしてるかっていうと、やっぱ夕食お休みするんですよね。簡単、一回夕食食べ過ぎた日とか、例えばお昼こうランチ会とかね、イベントとかで食べた時は、その日は思いっきり昼食べて、夜は一切食べないようにしてます。そうするともう簡単にね、翌日にはすっきりリセットをしてますから、抜きます。でだいたい脂肪燃焼効果は空腹時間10時間経ってから徐々にっていうことなんで、やっぱり最低でも12時間から、よく言えばやっぱりね16時間は空けていただきたいなと思います。でなぜ16時間かっていうと、オートファジーが働くのがだいたい空腹が16時間経ったあたりからどんどん活性化しだすんですよね。でこのオートファジーは何でしょうということで、細胞の、ね、生まれ変わりを促してくれることなんですね。結局そのオートファジーといいますのは、古い細胞を材料にして新しいタンパク質を作ってくれる、結果細胞が生まれ変わるということなんですよ。まあ、簡単に言うとリサイクルです。体の中に溜めてた余計な、まあ、食べ過ぎた後の溜まったタンパク質とか古い細胞とか、そういったタンパク質源をごそっとですね、空腹になったことで、あ、これはいけないと、タンパク質が足りないからしっかり作らなくっちゃということで、もともと体内にあったものを、まあ、要はゴミですよね、かき集めて新しい細胞を作ってくれる。結局食べなくったって、もともと溜め込んだゴミを材料に
実はタンパク質体作ってくれてるってことなんですよね。これすごいですよね。もうありがとうって思います。なので多少食べなくてもですね、栄養不足になるんじゃないかとか、まあ、その方のその普段の食生活によりますけれども、一食抜いたぐらいでね大丈夫、逆に食べ過ぎてる方が病気になったり太ったりいいことはありませんよってことですよね。なのでやっぱり、まあ、私たちもそうですけれども、たった一日のお休みよりも長期休暇もらった方がリフレッシュできますよね。腸も同じです。なのでたった 1,2 時間空腹時間じゃなくって、一気に16時間長期休暇を上げることで食べ過ぎてしまったことをリセットすることができるんですよってことになります。さあいかがだったでしょうか。私がやった10のことをですね、まずはできるところからでいいんですよ。あ、これならできるなとか、もう全てそんなね難しいことではないです。別に道具もいるわけでもないですし、場所も問わないですよ。もう全てはあなたご自身ができることですから、じゃあ今日は先生が言ってた1番と3番やってみようかなとか、まあ、チェックリストにしてもらってもいいです。10お伝えしたうちの今日は何個できたかなでもいいです。でできた方はですね、先生今日はこれとこれとこれができたってね、あの YouTube のコメントをください。パチパチってね、もう本当に拍手して差し上げたいと思います。それぐらい簡単にできて、まずはですねポイントは続けることね、コツコツです。私もコツコツしてます。そしてできない時もある、いいんです、大丈夫です、できます。ご一緒に10のこと楽しく続けていきましょうね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。